ハリモモ注釈は、長高地鳥目シギか大尺シギ属に分類される、鳥類。アラスカ州西部のユーコン川川口周辺で繁殖する。日本では、北海道や本州、沖縄島、父島、南鳥島などに飛来した記録がある。全長40から44センチメートル。翼長オス22から23センチメートル。メス23から25センチメートル。 大体部の羽毛の軸が長く、針状になることが和名の由来となっている。和名が、針桃もも注釈区式とされることもある。一例として1997年の日本町学会による日本産鳥類リストでも、針桃もも注釈区式とされていたが、誤りであるとして、後に学会誌で訂正されている。越冬地では、砂浜や草原、水田などに生息する。 越冬地で関羽するため、希少できない器官がある。昆虫、サソリ類などの節足動物、甲殻類などを食べる。アジサシ類やカツオドリ類の卵を硬いものに打ち付けて割って食べるという報告例もある。4個の卵を産む。越冬地での狩猟や、ココヤシのプランテーションへの転換、人為的に移入された犬などの外来種による捕食などが原因で、生息数は減少している。 一方で近年は越冬地での狩猟は減少傾向にあり、それに伴い前減傾向となったか、減少傾向に歯止めがかかったとする説もある。気候変動や海面上昇などによる影響が懸念され、繁殖地では金の採掘による影響も懸念されている。ありがとうございます。